クラック・ヨルゲンセンライフルは19世紀後期にノルウェーのオーレ・ハルマン・クラックとエリック・ヨルゲンセンによって開発されたボルトアクションライフルである。アメリカ軍、ノルウェー軍、デンマーク軍で正式採用された。図のように銃の右側面から弾を込める構造をしていた。ノルウェー軍では M1894 小銃として正式採用され、デンマーク軍では M1889 小銃として正式採用された。アメリカではスプリングフィールド M1892 として国産化された。アメリカ軍で初めて無煙火薬の使用を前提としたライフルであり、弾薬には30から40クラグ弾が使用された。弾薬は銃の右側面にある大型ハッチを開け、装弾クリップを使わずに一発ずつ装填される。 ボルトを閉鎖した状態でも容易に弾薬を装填あるいは除去できる反面、一発ずつの装填には手間がかかった。またボルトのリコイルラグが一個だけだったため競争弾の使用には制約があった。米西戦争でスペイン軍が装備したモーゼル M1893 小銃に比べて上記の問題点が浮かび上がり、10年余りで再度。 正式採用ライフルを選定することになり、スプリングフィールド M1903 小銃へ更新されていった。ありがとうございます。